ロータリー車とは回転式の羽を用いる除雪用の車両。道路用と鉄道車両に区分して解説する。英語ではスノーブロワー,ーと言い,い、文字通り雪を吹き飛ばす車両である。古い車両では大型のブロワーが全面に露出しており、これで直接雪をかき込んで吹き飛ばすものが多かった。また動力源の都合から大型の車両が主であった。近年では ブロワーの前にロールバーを設置し、これによって雪を砕きつつ書き込み、ブロワーで吹き飛ばす形態のものが主となっている。旧来の方式では雪が十分に書き込まれないまま前方に押し固められてしまい、作業が進行できなくなるケースがあったためである。また、ウニモグの除雪車仕様のように進行方向と垂直な方向に軸を持つローターにより書き寄せはと、 ブロワーを兼ねるタイプも存在する。大型の除雪車は、元気メーカーが、小型の除雪機は、ホンダ、ヤマハなどのバイクメーカーや一部の農機メーカー、重機メーカーなどが製造しており、様々なバリエーションが存在する。個人向けでは、価格が10万円台のものもあり、豪雪地帯の歩道や、生活道路の利便性の向上に一役買っている。鉄道では、積雪をかき崩したり、 ラッセル社頭により速報に押し固めた雪の壁を自らの前の翼で一旦かき寄せて回転バネで遠方に投設する。以前は単独の車両で機関車の推進を受けるものであった。しかし維持コストが高い上に下記には全くのお荷物となってしまうことから1960年代頃から開発された専用のディーゼル機関車のアタッチメントという形態の ロータリー車に置き換えられ単独のロータリー車は消えていった。また幅の広い周遊期ブレードを持つようになったため、前述のマックレーも廃止単独で除雪作業を行える形態となった。さらに現在はそのような機関車も減り、小型の軌道モーターカーにロータリー除雪装置を取り付けたものによる除雪の運用が主流となっている。ありがとうございます。